じゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数曜ドゥーガンジューカナティウアチミサエミサティチューヤ3月の31日旧暦ウチナヌクイメチューヤ人月の29日新暦の3月ンチューマディ旧の人月ンチューマディあちゃからや、やまとぐいみん、うちなぐいみん、父のかわて、しがちとさんがちとないびん。途中、琉球新報の記事から、うちなのニュースをしてさびら。中のニュースを、交通維持を支えて50年でのニュースやいびん、ゆでなびら。去年発足50年を迎えた、県交通維持育成会が、今年2月、50周年記念し、ゆいの心に支えられを発刊しました。去年9時、立ち上がってから50人と なたる県交通維持育成会が、今年の人月に50周年記念のゆいの心に支えられでの本、しむち、ジャサビタン発刊しました。交通維持で親を失った子どもの成長を支援する活動のこれまでの歩みや統計資料のほか支援を受けた交通維持らの感謝の言葉が綴られています。この記念進化や交通事故さんに親失ったるクワヌチャー走りしちゃる、くりまじの活動、仕掛金、また、統計資料の負荷に、おぬかしい起きたる、交通維持、ぬくさったるわらびんちゃーからの、しりがふうのお礼、しりがふうの言葉のしるさってのといびん。森田明理事長は、様々な支援のおかげで、続けることができ、大きな節目を迎えた。感謝しました。森田明理事長、生ラジオ沖縄の相談役、ちとみみ総長る、森田明理事長さんや、いろいろ様々な支援、貸しのおかじのあて、地域いることのできて、だてんの、まぎ、ふしめ、ちりふわ、んけいとうびん、んち、りいじ、うんぬきやびたん。会の前身である、沖縄交通維持を励ます会が発足したのは1971年7月で、発足当初は交通維持に愛の手をと題し、クリスマスプレゼントとして一人20ドルを送っていました。この交通維持育成会の名の沖縄交通維持を励ます会ができたせい、1971年7月やて、会のできたるはじめや、交通維持に愛の手を、交通事故さんに抜くさったるわらびんちゃんかい、しなさきくらな、んち、クリスマスの贈り物とし、注意なんかい20ドル送っておいびいたん。79年、県の協力を受けて、会は、発展解消して法人化し、名称は県交通維持育成会に変更されました。1979年に県の貸しのあて、会や法人化、打ち組みさに、会の名前、会の農人、県交通維持育成会に契約びたん。80年から主な事業である、奨学金、育成金の給付が始まり、激励金なども含めて、これまで7163人、4億947万円を送りました。1980年からや、これの一番堪能な仕事、仕口やるの奨学金、育成金、送りし、食いしの始まやに、激励金なぎんいって、くりまでに
7163人会4億947万円億投入金。企業などからの寄付金は去年累計で10億円を超え、支援は交通維持だけでなく、親が事故で後遺症を負った場合も対象にしています。企業会社なぎからの寄付金、人がしや苦渋までに、無るし数字見、総額数字見、10億円の食いて、この人がしや交通維持美形のあらん、親の事故さに後遺症、体の不自由な通る知念のわらび人、人がしそういびん。森田理事長は、支援や交通安全の啓発を通じて、住みよい街づくりに貢献していきたい。森田理事長さんや、この人がし、また、この人がし、また交通安全の停止さ、観音さ、おまんちゅにしらち、指名やさる、いい町の時期いるよ、手がねえさびだ、んち、思い方とおいびん、決意を述べました。昼夜、交通維持を支えて50年、でのニュース、じゃろ28日の琉球新報の記事からお指定さびたん。また、来週、ユシリアビラ、二平デビル。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は、植地和夫さんでした。